4月25日土曜日、小学6年生の社会の授業を始めます。テキストとノートをね、用意してない人はすぐ用意して、止めてね、動画を止めてすぐ用意してます。宿題がですね、46ページと47ページが宿題でしたので、これをしてからね、宿題の答え合わせをしてから、お渡ししているこのテストね、それをしてください。まず宿題で知識をまた固めておきましょう。それでは、46ページいきます。1番の、丸1、712年からね、794までの間が、奈良時代ね。韓国語でね、国のことを奈良と言いますけどね、奈良にその頃都があったわけでね、だからその頃朝鮮との関係深いんでね、あの辺りでも日本と、韓国ね、朝鮮との強いつながりが分かります。で、奈良で、2番。奈良の都は前言いますね、平城京。このあと京都の都、平安京出てくるんでね、間違えないように、はっきり自信を持って、奈良の平城京ね、京都の平安京、よく覚えてます。3番、聖武天皇ね、仏教の力で国をね、安定させようとしたので、国ごとに国分寺、国ごとに分けた寺ね。で、東大寺はその各地の国分寺の、総本山ね、一番中心の寺で、そこに大仏を作った。 そして、5番はどこでしょう。5番あるか。で、そういうふうにしたんだけど、もうね、701年に大宝律令でね、整った律令制度がもう、743年には、墾田永年私財の方ですね、新しく荒れ地を切り開いたら、そこは自分の土地にしていいとね、墾田永年私財の方のは書かないけど、読むときに読む。墾田永年私財の方ね、書くのは「の」は書かんで、これによって律令制度がなしさとね、律令制度がもうダメになる、なしさ743で、6番 日本から中国に行ったきりだったのが阿弥陀若者ですね。で、中国から日本に来てね、くれたのが鑑真。作りの正倉にね、三角形の木材組み合わせてね、うまく湿気がコントロールできるようになっている。で、日本で初めての和歌をまとめたのが万葉集ね、身分の高い人だけじゃなくてね、農民やら庶民の歌から含めていろんな人の歌が集められる。中国に送られた使い、もう唐になっていたので遣唐使。じゃあ1番いいでしょうか。では2番ね。平城京は、なんときれいな平城京。710年ね。なんと綺麗な平城京。2番、平城京は唐の都、長安ね、長安。今は西安ね、今は西安になっているんです。
昔は長和ね。3番、はい、平城京の周りで使われたお金が和道開珍、まあ、和道開宝と言ってもいいみたいですけど、和道開珍、これが珍と読んだり宝と読んだりね。はい、じゃあ4番、はい、地方の国ね、この辺だったらビンゴの国、はい、中央の貴族が、はい、国司ね、国を治める人が国司。はい、5番、8世紀に即位した何天皇が仏教の力で政治を安定、はい、聖武天皇ね、聖武。はい、で、6番、はい、聖武天皇は、はい、国ごとに国分寺、国分にですね、はい、国を分ける国分、はい、そして7番、都に東大、東大寺、はい、8番、奈良の大仏ね、できたのはこの人が農民に頼んでくれた、はい、行基ね、行基、この人が農民にそう言ってくれなかったら協力しなかったんじゃないか、はい、その頃紙はね、ないというか木簡ね、木の札が紙代わりに使われている、はい、木簡とでしょうか。はい、まあ、紙は多分貴重品ね。はい、木簡と。はい、じゃあ左のページでしょうか、46ページね。じゃあ47ページ。じゃあ3の1番いきまして、はい、収穫した一定量の米の一定量を朝廷に、はい、そうですね、乃木編で稲の税だから乃木編と思うんです、はい、じゃあ2番、織物や地方の特産物、瀬戸内地方ね、塩とか魚とか、はい、蝶が特産物、はい、で都で10日間働くね、代わりに布を納めるね。行くのがもう大変よね。そのし、よう。難しい字ね。よう。はい。そして4番。これはちょっとね、テキストに出てなかったかなと思うんですけど、パッと見たらね、なんか、ありましたね。ごめんなさい。44ページ。はい。大仏のこの写真の隣ね。兵役、労役のところ見てです、はい。国司の命令で地方の労役ね、年間60日以下。はい、それが増用。これ字が難しいですね、ひらがなで。用でいいです。訴訟用の用は都で働く税ね。増用は地方、ね、都まで行かんで、その地方で国司の命令で働くと、はい、じゃあ次行きまして5番朝廷、九州の防衛などのために太宰府を設置して農民を兵士として派遣、はい、それが先盛ね、防ぐ人と書いて先盛、これなんか熟字訓ですからね、こんなことを書いてもらえますね、この先陣になってる、先陣、こう書いてもらえますね、棒盛りになってる、棒盛りね、はい、全部漢字か全部ひらがなで書いてます、はい、で6番ね、6番はノートも書いてないことね、テキスト出とったのかな。はい、テキストは出てる、あれね、右に出てます、45ページのプラス学習のところね、
出てますが、はい、ホンデーネ式財法の前に中途半端なのがまず出されたわけね、はい、それが6番で新たに723ね、43ではなくて新たに開墾した土地の私有を期限付きで認める、要するに子と孫かな、子と孫まで自分の土地にしていいよと、新しく開墾したらね、はい、それが三税一新の、はい、でそういう中途半端なやつだったら効果がないということで、もうしょうがない、思い切ってずっと自分のものにしていいというのが今年永年次第、じゃあね、三代限りか何さってね、何さ三代限りね、で思い切ってもうずっと自分のものにしていいよってやったから律令制度がね、なしさね、何さがなしさになったわけです。はい、じゃああと8番、はい、この法令ね、なんで出されたかというと、まあ言いましたね、生活がとにかく苦しい、税金いろいろあるね。でこの税金、都まで運ぶの大変。で地方にいても、国司の好きなようにこき使われるということでね、やってられないよというので、農民逃げると田んぼは田んぼでなくなる、荒れ地になるということで、6歳になった人にね、あげる田んぼがなくなるということで、区分で、区分でね、区分で、区分で。はい、あと9番。はい、奈良時代の農民は縄文時代と同じ家に住んでいたと、はい、縦穴住居ね、縦穴住居、まあ、三好とか行ったら縦穴住居の模型というかね、実物みたいなのがあるみたいなんで、三好の方に行ったら見てです、はい、いいでしょうか。最近行ってないから忘れました。はい、じゃあ4番いきまして、はい、1番、7世紀の初め、はい、隋の次は唐ですね。唐、はい、2番、はい、630年から10回以上は遣唐使、で留学生として中国に渡って唐に渡って帰ってこれなかったのが安倍の仲間で、安倍の米気をつけてね、まあ、今は安倍さんの米と同じですが、仲間で、まあ、中が人間だからね、まあ、それで思ったらいい。じゃあ4番、何度も渡航に渡ってくるのに失敗して目が見えなくなってやっと来れたのが鑑真、はい、聖武天皇の時代に栄えた文化ね、その頃天平何年という年号だったんで天平文化、まあ、井上康史という人のね、小説に天平のイラカというね、イラカというのは河原ですけどね、河原の本もあります。じゃあ6番、聖武天皇により建てられたのが東大寺ね、東大寺の大仏を治めるところ、大仏で、はい、7番、東大寺にある何が畔倉作り、はい、正倉院、聖武天皇の宝物を納めた倉庫ね、正倉院、はい、8番、
奈良時代日本の始まりを神話としてまとめたね、物語としてまとめたのが古事記ね。で古事記はそこに書いてあるカラコロム裾に取り付きなくコラオのようにこういう漢字の音だけを借りたやつで書いてあります。ところが今から答えるやつは正式の、まあ、中国の文章というかね、まあ、もちろん日本式の要素はもちろんあるんだけど、はい、漢文というので、まあ、一応ね書かれている。それが日本書。はい、で、次9番、はい、あらゆる、階層のですね、いろんな人の歌を集めた初めての和歌の本が万葉集。はい、あと10番、はい、はい、カラコロム、はい、漢字の音だけを借りて日本語をね書いたのが万葉。はい、最後11番、はい、朝廷の命令で各地の地名とか産物ね、そういうものを紹介した本が不読。実際は各地で作られこういうのが作られたかもしれませんが、今はね島根県出雲の国の不動記、出雲不動記が残っている。他のところはあんまり残ってないようです。はい、じゃあ宿題いいでしょうか。46、47ね。はい、では答え合わせ済んだところで、まあ、自信のない人はもうちょっと勉強してからでいいですけど、はい、とにかく、はい、テストの用意ができたら動画を止めて、はい、ナンバー4ね、小6社会小テスト第1期ナンバー4、はい、710年に奈良に作られた都を何と言いますか、はい、それで始まるナンバー4第4回の、20問テストを、動画を止めて今からやってください。はい、じゃあねやれたと思いますので、今度塾に来るときにそのテストね提出してください。で他にですね、同じこう B4 の形が1枚とその半分ね B5 番のテスト2枚ね渡していると思います。で大きい B4 番の方はちょっと予定変更して、それは小テストにしません。練習用のプリントと思ってください。はい、小テストは10問ずつに直した方ね、10問ずつに直した方を小テストにしますので、10問ずつの方にナンバー5とナンバー6ね、5、6あります。そっちが本当の小テストね。20問の方のナンバー5はテストじゃなくて練習プリントと思ってやるんです。問題もちょっとね入れ替えたのがあります。同じじゃありません。特に左側ね、右側は大体同じで、左側ちょっと変えてますので、はい、いいですか。とにかく B4 番のでっかい方の5番は練習、小さい方の5番と6番が正式の小テストです。だから次の土曜日には小さい方の、5番のテストをしますから。はい、それで今日から平安時代ね、行きますので、48ページ、テキストの48ページを開けて、はい、またノートを書く用意をしてください。はい、じゃあノート書いていきますよ、説明しながらね。はい、じゃあね。
やってみます。テキスト48ページね。はい、5番目で平安時代ね。はい、今までね、旧石器、縄文、弥生ね、で古墳、飛鳥、奈良ときます。旧石器、縄文、弥生、古墳、飛鳥、奈良ね、まで来ました。旧石器、縄文、弥生、古墳、飛鳥、奈良で、その次が平安ですからね。で平安時代は794から1100、まあ、92から、まあ、鎌倉ね、まあ、もうちょっと前から鎌倉にした方がいいというのも今はあるんだけど、まあ、一応で平安時代の最初に出てくる人物が、はい、桓武天皇ね。桓武天皇、聖武天皇と桓武天皇もまたごちゃごちゃなので、平城京と平安京のようにね、聖武天皇は奈良時代、桓武天皇は平安時代ですからね、はっきり特別しておいてです。はい、桓武天皇、うん、桓武天皇は、墾田永年私財の法とかでね、崩れた律令政治の立て直しを目指しました。はい、でまず都をね、奈良から京都に移しました。で、できた都が平安京ね。はい、平城京はなんと綺麗なで710でしたね。平安京は泣くよぐいす平安京と昔からね、覚えることに今なっています。794、泣くよぐいすね、まあ、ぐいすが方法結局と泣くような、まあ、優雅なね、都ということで平安京で、なんで奈良から京都に移したかというと、まあ、仏教の力で国を治めようとしたからね、安定させようとしたから、どうしてもお寺の力が強くなるわけね。でその中で道教というようなね、自分が天皇になろうというような悪い坊さんまで出てきたわけですね。女の天皇に気に入られてね、信頼されて、それをいいことに神の仏のお告げで自分が天皇になれというお告げ役だったとかね、そういうのを言ってですね、自分が天皇になろうとしたけど、まあ、失敗しまして、そういうこともあったから桓武天皇はもうお寺の力が強くなりすぎたから、奈良の寺は京都に来ちゃいけんよということでね、都だけ、まず京都に移したと、ね、寺をついてくるなと、奈良の寺をね。はい、まあ、その後また寺はできていくわけですけど、そういう中で、はい、仏教ね、仏教も新しい仏教が、まあ、生まれました。まあ、2人の天才が現れたね。日本の仏教の歴史で2人の天才が現れました。それが最澄と空海ね。はい、まず、天台宗という仏教の教えを最澄というね、すごい人が開きます。はい、最澄ね、最も澄んでいるね、澄み切っていると、まあ、そういうような名前、最澄で、宗教の名前とどこの寺ね、まあ、この頃山にこもって修行するような仏教なんで、山の上に寺を作るね、はい、比叡山ね、京都やら滋賀県にある比叡山比叡山のですね、延暦寺という、比叡山という山に延暦寺という寺を建てる。まあ、延暦寺ずっとその後の日本の歴史でね、
いろいろ出てきます。滋賀県、一応滋賀県。あともう一人ね、この人も有名、この人の方がまあ日本のあちこちにこの人が掘った井戸があるとかね、福山でも山手の方にこの人が掘った温泉があるとね、この人ゆかりの温泉がありますが、はい、真言宗ね、真言宗という仏教の教えを空海ね、空と海というすごい雄大なスケールがでっかい名前ですが、空海、別名弘法大師ね、よく弘法も筆の誤り、河童の川流れててね、得意な人でも失敗するというんで、弘法というの、この人のことね、弘法大師空海、この人は高野山金剛武士ね、普通はこう書くんですけど、左と右で書くのが上下でね、書くようです。高野山金剛武士、和歌山県です。和歌山県開いたのは最澄、真言宗開いたのは空海ね、まあ教えの違いまでは聞かれませんね、この比叡山高野山延暦寺金剛武士というのでこう最澄空海ね分かるようにしてます、はい、で最初に出てくるのが桓武天皇なわけですが、はい、その次ね出てくるのが、はい、藤原氏、藤原氏分かりますね、大化の改新で中野親の王子と共にね、蘇我氏をやっつけた中富の鎌足が、お前よくやってくれたな、これからは藤原の姓を名乗っていいぞということで藤原の鎌足になって、その子孫が藤原氏ですからね、中富の鎌足の子孫です。鎌足は律令国家ね、律令政治が完成するのを助けたわけですけど、その子孫の藤原氏は政治の実権を天皇から自分に奪ってしまいますね。ご先祖の中富の鎌足はどう思っているかね、子孫が悪いことをしたなと思ってるんじゃないかと思いますが、はい、そのやり方ですけど、自分の娘を天皇の妃にしてですね、孫を天皇にするというやり方でやっていきます。それを摂関政治と言います。娘を天皇の妃にするね、お嫁さんにします。でまあ子供が生まれますね、孫になるね、お父さんからしたら、はい、孫を
もう小さいうちから天皇にするわけ、ね、政治なんか全然できんうちにわざと天皇にする。天皇にして、で幼い時に天皇にされても孫は政治ができませんので、じゃあお前ができんのならわしがやってやろうということで、おじいさんである藤原氏が政治を動かしていきます。でその時の役職が2つあって、摂政と関白ね、はい、摂政は天皇が幼いですね、まあ、あと女の天皇の時ね、聖徳太子は推古天皇という女の天皇の代わりに摂政として政治した。天皇が幼かったり 女だったりする時に天皇の代わりに政治をするね。天皇が幼い時は摂政。ああ、ちょっと厳しいかな。ここに摂政。で、成人してからは、はい、天皇が大人になったらもうね、お前がやれって言えばいいのに、大人になってもまだまだお前は未熟だ、わしがまだやるということでね。成人してから今度は関白、関白ということで、こういうふうな地位について政治をします。ね、この摂政の摂と関白の関を取って摂関ね、摂関政治と言います。はい、でなんでこれができたかというと、結婚の仕方が平安時代は今と違ってまして、あの男の人はね、あの女の人の家に通ってくるんですよ。あの一緒に住むんじゃなくてね、妻どい婚といって通ってくるんで、できた子供はお母さんとおじいさん、おばあさんね、奥さんの家で子供を育てるようになるんで、どうしてもこの孫ね、次の天皇になる孫への影響力を、あの母方ね、母方の家があの影響力を持つ、強い力を持つようになるんで、まあこういうことができたと言われています。まあね、小さい子がずっと可愛がってもらってるおじいさんだったりいうことを聞いたりしますよね。まあそういう理屈、はい、でこれで、政治の実権を握ってたのが有名な人ね、藤原氏。いろいろ人が、いろんな人がいるんだけど、一番絶好調だった人ね、二人いまして、11世紀千何年ね、11世紀前半の、はい、親子二人の親、お父さんと子供が有名なの。藤原の道長と頼通ね、藤原の道長と頼通、頼通気をつけてね、道長の道は本当の道だけど、頼通の道は通るね、道は通るところだからね、通ると書いて道と読ませますが、はい、道長頼通、道が長いと寄り道したくなるね。だから道が長いので寄り道するでおくね。こっちがお父さん、こっちが子供。はい、この頃一番栄えたと言われています。まあ、テストはセットで答えてもらいます。藤原氏の中で一番栄えた親子ね、父子の名前を答えなさいと。あのテストをこういうふうに回答欄、こんなふうになってるのは、最初に藤原の道長と書いて、ここに頼通ね、2回目は名字もいりませんので、頼通だけ書いてくれたね、それでああいう回答欄になってます。はい、一番栄えたのを最盛期と言いますから、最も栄えた時期ね。んでこの頃ね、何をやってもうまくいく、自分に怖いものなしと
思って調子に乗って読んだ歌がねありまして、はい、そうね、テキスト左のページの、上から3つ目ぐらいのね、あの資料、藤原道長の歌、はい、この世は我が世とぞも望月の欠けたることもなしと思えばね、この世の中はもう自分の世の中だと思うことだな、と望月だ、満月ね、満月はいずれだんだん欠けていきますね、それが満月がね欠けない、ように思えるほどだとね、ずっと自分は満月のまんまで栄えていく気がすることよと、もう調子に乗りまくったわけね、はい、まあだから最後はうまくいかなくなりますけど、はい、いいですね。で、あとはあのこの頃の貴族ね、そこにテキストにある、豪華な神殿作りのね屋敷に住んで、まあ、優雅な生活ね、はい、和歌を読んだり、中国の漢詩、あの中国の詩を真似して漢詩を作ったりね、あのサッカーのリフティングみたいな蹴鞠ってありますね、ボールが落ちてこないようにこうね、まあいろいろ、あと船にそこあの池があって川があったりして、そこに船を浮かべてね、船の中でその和歌を読んだりとか、そういうことをしてましたので、まあ、あのまあ、そういう、まあ、贅沢な暮らししてたんで、地方がどうしても乱れてきますね。そういう中で、はい、国司いましたね、京都から、まあ、奈良の時は奈良ですが、都から派遣された、地方を治める、国を治める人ね、その人たちが勝手なことをしてますね。国司の不正というのが平安時代ね起こりまして、困った農民が訴えてくるぐらいね、地方では国司が悪い政治、国司いろいろありましたね、働かせると、自分の利益だけのためにね働かせたりとかね、税金もねたくさん取って国に納めるやつ以外にたくさん取って自分のものにするとかね、はい、そういうことが国司の横暴というところに書いてあります。尾張の国ね、ちょうど織田信長のあたりね、愛知県やらあのあたり、愛知岐阜のあたりですが、尾張の国の国司が行った不正について処罰をお願いしますね、決められた以上の税やら絹や布などを騙し取りましたとね、はい、そういう形で自分の利益ばっかり追求するような国司が出てきた。で、あとはですね、藤原道長が力を強めたのは2つありまして、1つはさっき書いてた娘を天皇の奥さんにして、生まれた子供に影響力を及ぼして自分がね、政治していく。あとは、各地に荘園ができましてね、墾田永年私財の方で、新たに開拓したものを自分のものにして、でその、税金の取り立てがありまして、それが藤原氏の土地だということにしとったら、その税金ね取られなかったり、立ち入り役人が立ち入るのを断ることができたりする、そういう特権があったんで、名目上藤原氏の土地にしといて利益をね自分が得ると、そういう人とかいまして、それで藤原氏に寄付される荘園とかね増えていきました。荘園の発達の中でね、だから荘園を広げたことと、娘を天皇の奥さんにして、子供をね、子供が小さい時には摂政大人になって関白という形で成立した、その2つよく頭に入れておいて、藤原氏が力を持った理由ね。はい、そういう中で文化が発達しています。日本独特の文化ね、今まではとにかく中国の真似をしようとね、律令制度も中国の真似ですけどね、一番日本がよく真似をしたと言われています。そういう中で日本独特の文化、国風文化が生まれまして、はい、その、理由の一つが、はい、もう中国に使いを送るのをやめました。遣唐使の停止、
はい、それを言い出したのが菅原道真という人ね、まあ、894年菅原道真。今の天神様っていうのがありますね、京都とか、太宰府とかね、まあ、あと山口県の防府にもあります。日本、三大、天神といいますが、はい、天神様っていうのはあの菅原道真を祀っている。学生服で観光学生服とあります。あれ菅原の菅に光と書いて観光ね。今はもうカタカナで観光とか、もうアルファベットに今なってるかね、アルファベットで観光とか今はしてると思いますけど、菅原道真とかね、学問の神様ということで学生服のブランド名にしたりするわけです。菅原道真がもうやめようと言い出します。天皇にね、やめたらどうでしょうということを提案したわけです。はい、菅原の道真。でもうね、その頃唐もだんだん力が弱ってきてね、あんまりもう学ぶことは全て学んだとね、もう大してあと学ぶものがない。で遣唐使、中国に行くの大変だった、命がけ。昔はね、新羅と仲がいい頃はこう陸地沿いに行けたりしとったんですけど、新羅なんかと仲が悪くなってからは 海を渡っていくようになったので、より危険性が高まったりしてね。だから使いとして行くような人、優秀な人ですから、そういう人をわざわざね、殺す死ぬ危険を犯して行くほど価値がないということで、遣唐使894年、はい、白紙に戻すね、道真が白紙に戻す遣唐使ということで、よく覚えるんですけど、白紙ね、白紙で894、はい、でそうなると、当然もう日本の国内でいろんなことを深めていくようになります。で日本独特の文化が発達ということで、国風文化ね、平安時代のそういう日本独特の文化を国風文化と言います。で、その文化を作るのに大きく役立ったのが仮名文字ね。中国から伝わった漢字をもとに2種類の仮名文字、ひらがなとカタカナを作った。ね、そこにありますはないか、はい、ひらがな全体を崩したのがあとかいいとかいいですね。これなんかからこう出ている。で漢字の部首の一部をやったのがカタカナで、はい、これなんかからね、ウカンムリのこれなんかで部ができているということで、はい、こういう形で漢字からひらがなやらカタカナを作りました。まあそういう意味ではまだね、遣唐使やめたけど、まあ、中国のおかげではありますね。中国 の, も漢字をもとに作りました。でこれによってですね、日本語がすごく書きやすくなったわけです。まだひらがながない頃は漢字を組み合わせて書いてましたね。すごい書きにくいわけね、漢字の音だけを使ってもし書いたらね、私は今日、まあ、学校に行きましたというのはすぐ書けますが、万葉仮名で書いたらね、面倒くさいです。まあ、学校はそのまま作ろうか。これだったらスラスラ書けませんね。ひらがなができたことで日本語を楽に書けるようになったこともあって、はい、文学ね、文学がどんどんね、書かれるようになって、あと藤原氏も関係します。藤原氏は娘を天皇の奥さんにするためには教養を娘につけないといけないんで、優秀な女の人を家庭教師としてつけたんでね、そういう人たちが
こうやってその社会の本にね、歴史に残る素晴らしい作品を書いたということで、その代表選手がですね、はい、源氏物語を書いた紫式部。まあ、源氏物語自体は男の人がね、いろんな人と、いろんな女の人とね、まあ、なんていう関係をね、持っていくような、そういう話なんで、まあ、大人になってから読んだらいいと思いますが、はい、源氏物語という、素晴らしいですね、世界の、文学の中でもこう、素晴らしいと言われる作品を紫式部が、書いた、はい、この紫式部という名前ですね、人名、これが今日の10個目です。この人も家庭教師ね。はい、じゃあいいかな、はい、今日はじゃあ、ノートの方ここまで、今日の10個確認しますと、桓武天皇、平安京、最澄、空海、藤原氏、摂関政治、藤原道長、頼通、国風文化、菅原道真、ね、紫式部、はい、この10個ね、来週の土曜日、小テストでやってもらいますので、よく覚えておいてください。で、あと宿題ですけど、宿題は50ページね、50ページ、はい、50ページを、土曜日までには必ずやっておいてください。あと、宿題プリントありますね、宿題プリントも知識を、固めるために必ずやっておいてください。と、学習漫画とか持っている人はね、それも読んだらいいし、教科書とかもらっていれば、教科書の同じ時代のところをよく読んでおいてください。はい、では、4月25日、小学6年生の社会の授業をこれで終わります。